丸一日素振りをした上に最強の消防官との腕試し、僕じゃなかったら動けなくなってたかもね。それに付き合った方も結構疲れてそうなものだけど、休まなくていいの？気づいてたか。気配を隠す気もなかったくせに。それもそうか。で、どうしたの？また手合わせでもする？バカ言え。散歩に来ただけだ。知りたいことはもう確認できたしな。ったく、何がヘナチョコな一般人だ。とんでもねえ実力しやがって。その力一体どうやって手に入れた？どうやってって、そんなの決まってるでしょ。努力して自力で手に入れたんだよ。最強に至るには近道なんてないからね。そりゃそうだ。どんな能力を持ってようが、てめえで磨かなきゃ意味がねえ。そういうこと。やけにすんなり納得してもらえたみたいだけど、もしかしてベニマルさんにもそういう力があったり？まあそんなところだ。こういう自分のことは語らない素っ気ないところ、いかにも江戸っ子って感じだな。浅草とか言ってたし、もしかして本当に江戸っ子なのかな。俺のことはどうでもいいだろう。それよりお前らだ。僕たち？お前の連れの女二人だ。あいつらもなかなかやるじゃねえか。能力者でもねえのに穂村人をあっさり倒しやがる。ありゃお前が仕込んだのか？手ほどき程度に最初だけ少しね。あとは二人の自己流だよ。あいつらとも一度手合わせしてみてえな。お手柔らかにね。逆に聞いてみるけど、シンラとタマキはどうなの？まだまだだな。バッサリ言うね。事実だからな。なるほどね。あの二人ってベニマルさんの弟子みたいな感じなの？弟子ってほど大したもんじゃねえよ。第八、他の隊からの預かり物だ。預かり物？あいつらのところの大隊長に訓練をつけてやってくれって頼まれてんだ。いや弟子じゃん。それが弟子って言うんだよ。ちげえよ、めんどくせえ。とか言いつつしっかりこっちでも面倒を見てるよね。そりゃあここじゃ俺が責任者だからな。下の面倒を見るのは当然だろうが、それに見どころはある。育ててやればそれなりに強くなるだろう。やる気もあるしな。この人ぶっきらぼうだし、最初はうまくやれるかちょっと心配してたんだけど、意外と熱くて人情味のある人なんだよな。大事なことは拳を交えて語り合うってのも僕好みだし、戦うことで伝わることってあるよね。熱くてまっすぐで、うんうん、いいよね。そういうの嫌いじゃないよ。それあの二人には言わないの？ベニマルさんの気持ちを知れば喜ぶと思うよ。言うわけねえだろ。え？ちょいと喋りすぎた。今夜のことあいつらには言うんじゃねえぞ。あれ、帰るの？ああ、お前もさっさと寝ろ。じゃあな。行っちゃった。やっぱりぶっきらぼう。